今回は鶏胸肉とレタスの大葉炒めを作ります。それではスタート。玉ねぎ1/4個、乱切りにします。炒めやすいようにほぐしておきます。大葉10枚、軸を切り取って細かめにちぎります。レタス1枚大きめ、一口大にちぎります。鶏むね肉1枚 250g くらい、水気を取ります。皮、脂を取り除きます。厚さ1センチくらいのそぎ切りにします。ボウルに入れて、酒大さじ1、醤油大さじ1、揉み込みます。片栗粉小さじ2、揉み込みます。油を引いて熱くなったら、鶏むね肉を炒めます。両面に焼き色をつけます。反対側も焼き色をつけます。玉ねぎを炒めます。少ししんなりするまで炒めます。レタスをさっと炒めます。酒大さじ1/2、大葉をさっと炒めます。オイスターソース小さじ1、なじませます。塩コショウで味の調節をします。なじませます。器に盛り付けます。完成です。